15問正解すれば1000万円が待っています。準備ができたようなので1万円の問題から。正解、1万円獲得。2万円の問題。いいね、そんなあなたに2万円。素晴らしい。それでは3万円の問題です。3万円獲得。現在あなたは3万円獲得しています。それじゃあ5万円の問題です。C ですね。素晴らしい、5万円獲得。あなたにはまだ 50-50、 テレフォン、オーディエンスと3つのライフラインが残っています。次の問題に正解すれば10万円を手にすることができます。それでは行きましょう。A と答えましたが間違いありませんか？あなたの答えが正解ならば10万円があなたのものになります。やったね、正解です。今10万円を手にしました。これでいつでも10万円を持ってドロップアウトすることができます。それでは次の15万円の問題を見てみましょう。B ですね。おめでとう、15万円獲得です。ここからはさらに問題が難しくなります。賞金もどんどん上がります。あなたは15万円を獲得しました。1000万円まで残りあと9問。25万円の問題です。ですね。あなたはすでに15万円を獲得していましたが、たった今それが25万円になりました。あなたにはまだ 50-50、 テレフォン、オーディエンスと3つのライフラインが残っています。8問目に正解すれば50万円があなたのものになります。よーく考えてください。ここでドロップアウトしても構いませんからね。それでは次の問題です。この問題に正解すれば50万円があなたのものになります。ただし間違えるとあなたはこれまでに獲得した25万円のうち15万円を失ってしまうことになりますよ。ゆっくり考えてください。
ファイナルアンサー。できればあなたに50万円獲得ですと言いたかった。でも今私はあなたに言わなければならない。50万円獲得です。続いては9問目の問題。これまではいい調子できていますが、もしも間違えるとあなたは40万円を失います。もちろん正解すれば75万円があなたのものになります。ですね。たった今75万円があなたのものになりました。あなたにはまだライフラインが3つとも残っていますよ。現在の獲得金額は75万円です。次は100万円の問題。これに正解すれば100万円は確実にあなたのものになります。もしもそれ以降の問題で間違えたとしても、あなたは100万円を持ってこのシートを去ることができます。よーく考えてから次の問題に行きましょう。ですね。あなたはすでに75万円を獲得していました。そして今100万円を獲得しました。やったよ。さて、あなたは今100万円の小切手を持っています。これは確実にあなたのものになりました。そして1000万円まで残りあと5問。次の問題に正解すれば150万円があなたのものになります。もう何があろうとあなたは100万円を失うことがないのですから、次の問題に挑戦しますよね。それでは行きましょう。11問目の問題。ですね。100万円はすでに確実にあなたのものです。でも今はそのことは忘れましょう。なぜなら150万円が今あなたのものになったからです。さて、あなたとうとう高額賞金の世界に足を踏み入れました。次の問題に正解すると250万円があなたのものになります。1000万円まであと4問。ゆっくり考えていいですよ。いつでもドロップアウトして構いませんからね。では、頑張って。正解すれば200。別に無理して答える必要はありませんよ。さあ、それでは聞きましょう。
ファイナルアンサー。あなたはすでに150万円の小切手を獲得しています。でも250万円の小切手と交換しましょう。あなたは今250万円を手にしました。そして次は全15問のうち13番目の問題です。これに正解すればあなたは1000万円の半分、つまり500万円を獲得することができます。いつでもドロップアウトして構いませんからね。じゃあ落ち着いて頑張ってください。続いての問題。考えるとこれまでに獲得した250万円のうち150万円を失ってしまいますよ。落ち着いてゆっくりと考えましょう。その答えが一度オレンジ色に変わるともう変更することはできませんよ。もう一度聞きます。その答えのままでいいんですね。あなたはすでに250万円の小切手を獲得していました。それをもって。でも今500万円があなたのものになりました。次の問題に正解すれば750万円があなたのものになります。その代わりもしも間違えてしまうとあなたの手元に残るのはわずか100万円。つまりあなたは現在獲得している500万円のうち400万円を失ってしまうことになります。あなたは現在1000万円のうち半分だけを獲得しています。もちろん今すぐドロップアウトすることもできます。ゆっくり考えてください。続いては15問の問題のうちの14問目です。いくら時間がかかっても構いませんよ。それでは行きましょう。1000万円までこの問題と次の問題の C が正解だと思うんですね。この問題のためにこれまで獲得した金額のうち大部分を失うかもしれない賭けにあなたは出ました。500万円持ってドロップアウトすることもできたのに。でもあなたは本当に750万円があなたのものになりました。やったね。
たにはまだ50-50、テレフォン、オーディエンスと3つのライフラインが残っています。750万円の小切手が今あなたの手の中にあります。でも我々はそんな小切手よりもあなたにぜひ1000万円の小切手を持って帰ってもらいたいと思っています。これまであなたは14問の問題に正解してきました。そして今15問目最後の問題に挑戦しようとしています。もう一度断っておきますが、あなたが希望するならドロップアウトしてもらっても構いません。その場合これまでに獲得した750万円だけを持って帰ってもらいます。とびっきりの幸運を祈ります。時間もたっぷりあります。それでは今から1000万円の問題です。それでは早速4つの選択肢を2つに減らしましょう。これからコンピューターが間違った答えを2つ消してくれます。残った2つのうちの1つが正解です。さあ A ですか、それとも C ですか。このままなるほど、オーディエンスを使うんですね。ではオーディエンスの皆さん、準備はいいですか。キーパッドの上に指を置いてください。そして挑戦者を助けてあげてください。この結果を見る限り A で絶対に間違いないとオーディエンスは思っているようです。明らかに一箇所に答えが集まっています。ファイナルアンサー。少なくともこれまでのところあなたは1000万円にもうあと少しのところまで来ています。そして今もっと近づいたようです。やったね、正解です。あなたは今ミリオネアになりました。1000万円はあなたのものです。